で、えー、こういうですね、昔神殿があった場所に、もうあの、お祈りするですね、人が来なくなったのがですね、森が死んだ理由です。あの、森の神様を人が信じなくなって、森を単なる天然資源だというふうに思っているからですね。だから、森の中の神様っていうのがだんだん体が小さくなっていくわけですね。あの、ロは300歳で、おこと主はですね、500歳。だから、彼らが生まれた時に、もう実は稲作は、 あの、中国から来ててですね、でも、鉄も作られていて、人々は森に神様がいると信じなくなった時代なんですよ。だから、正確なことを言うと、おっこと主もモロもろも、人が自分たちを神様だと崇めている時代のことを正確には知らない。多分自分たちの親とか一族から言い伝えられてきたんですよ。で、おっこと主たちはもう人間を信じられなくなって、自分たちで動いて、で、えー、まだ自分たちを信じている巨石文明のある青森に行こうとしていた。 で,すね、でもモロはまだそんなことを言いながらもう二度と人間が自分たちを信じることはないだろうというふうに思ってながらやっぱこの巨石のですね作られた神殿のところにいまだ住んでしまうなんかねそういう泣ける話なんだなというふうに思ったんですよね。であのもうねだからそういう巨石文明を信じてで森の中の神様を信じるのは青森の果てにしかないのでおっこと主たちはですね そう思ったから、鎮西と言われるですね、九州からですね、ざーッと移動して,してるわけですよね。で、物の金メのこの舞台になったのは岡山というふうに言われてます。宮崎さんが岡山をですね、まあ、スケッチに行って、ここを舞台にしようというふうに。まあ、これはあの、岡山説というやつの一つなんですけど、まあ僕は多分そうなんだろうと思ってます。っていうのは、あの、おっこと主たちがですね、京都を途中で、 もし、あの、京都より東だったらですね、京都を突っ切ったことになるわけですね。で、あれで京都を突っ切るはずがないと。だから、自己防が命令されてるミッションの一つは、もちろん、獅子神の首を持ち帰るってこともあるんでしょうけども、何よりも京都というのを、 の前の前線ですか、最前線で岡山あたりでおことしたちを食い止めろという命令もあったんじゃないかなと。そういうふうに考えるとですね、なんかこう、すべての辻褄が合ってくるなと。だって、巨大の犬シの群れがですね、あの、京都を横断したらですね、ただでさえもう当時、室町時代、権威のもう落ち切ってるですね、宮崎駿さんのまあ解説によると、当時自分のサインを売ってその日暮らしをしていた天皇家は、もう絶対潰れてしまう。 ですね、あのというのがですねこの辺のですねそのモロのなんだろうなあのセリフとして出てくる人間が許せないとかですね、えー、そういうふうなものよりもモロ自身が、えー、拾った子供を全然縁もゆかりもなくて本当にかみ,み殺してもいいはずの サンをずっと育ててきたとかですね。あと、そのサンはいずれ人間の世界に返そうと思っていて、明日かがそれの助けになると思って、なんか望みを抱いてた。